抑え込み。はい、光線柔道は抑え込み、これが抑え込み主体になるのですが、抑え込みもいろいろと相手の襟を利用する、自分の襟を利用して抑えると、これをこれから説明してまいります。まず首の下に手をしっかり入れていきます。それで相手を反対の手で、右手で相手を万歳するようにします。そしてその襟を持ちます。はい、それで、はい、今度はへその方へ下がって、肘をつけたまま肩をぐーっと出して頸動脈を決めていきます。そうしたら今度はこちらの、はい、足に力を入れて、そこで肩を力いっぱい押さえながら、はい、腰をひねります。そうしたらもうこれで、はい、これがもう崩れ けさですね。崩れ横しをけさ固めだな、崩れけさ固め。はい、今度その次、同じように片足入って、今度は相手がこちらへ向いてきます。相手がこっち塞ろうとします。その時に今度は前と同じように首の下で手を出して、この柔道着を畳に押さえつけるようにして、はい、そこで今度は柔道着の端を持ちます。どうしてもこうするかというと、いいですか、やっぱり柔道は背骨を曲げるということと首を曲げるということ。はい、それで前と同じように後ろに下がって肩を出して、ぐわーっと肩を出して、はい、足に力を入れてこう入る。でこれで袈裟固めに入ってもよろしいですよ。袈裟固めに入ってもよろしい。要は、はい、首を制して背骨を曲げるというのが、これは抑え込みの一番合理的ですね。力に弱い人でもできます。はい、これ相手の襟を持ったのが2つ、今度は自分の襟を持つのが2つやっていただきます。はい、片足入ります。相手の襟がなかなか取れないときは、自分の襟を、はい、首の下で自分の襟を持つ。その時自分が頭を畳につけるようにして、はい、それで自分の耳と相手の耳がつくようにして、はい、襟を持ちます。襟を持ったら、はい、今度はへその方へ下がります。そうして、はい、この肩を相手の頸動脈の中にしっかり入れます。そこでグッと押さえて、それで大きく円を描きます。グッ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 、はい、そしてそのまま、はい、押さえ込みに入ります。いいですね。この肩がしっかり効いとるから、頸動脈が効いてるから首が死んでしまう、首が死んでしまう、だから相手が動けない。そういうように柔道というものは常に、首とか背骨とか、そういう要所急所を決めていく、これが柔道の原点。今度は、はい、前と同じように首の下に手を突っ込んで、はい、今度は自分の襟を、はい、相手の脇の下に入れて、それを抱いてしまう。はい、それで後ろへへその方へ下がって、はい、そこで今度は肩を出す。そうすると相手の人はものすごく苦しい。苦しいところを肩を出しながら、今度は右足を大きく円を描く、力を入れていくか。そうすると相手が L 字型になる。そこで腰をひねって、はい、このまま押さえ込み。その時肩を出して、胸張って肩を出してくる。腹に力を入れると鉄砲で帰るよ。いいね。いいですね。はい、今のが、いわゆる押さえ込み、相手の襟を取るのが2つ、自分の襟を取るのが2つ。まあ、これからいろいろ変化していきますけれども、一番、まあ、オーソドックスな技を今説明しております。
崩れ紙塩固め、これはね、高専柔道で非常によく使った技です。特に腕を縛って崩れ紙塩に入る、もう非常体の小さい人で、しかも大きい人を抑えることができると、こういう技でございます。はい、それじゃあ始めていただきますか。はい、まず帯と手首と帯を持つ。そうして反対の手で相手のあばらを押さえつける。はい、いいですね。押さえつける。今度は、はい、相手の襟を横にして、はい、裾を横にして、そこでグッとちょうど肘のところ、相手の肘のところ、はい、縛る。はい、それから今度は万歳をさせる。相手を万歳するように、はい、万歳をするように。はい、右手をしっかり入れて、相手の襟4本指を首の方へ入れて押さえ込み入る。後ろへ下がってグッと胸張って前に出る。はい、下の人をあぶってみてください。ああ、